はい、皆さんに、まあ、これちょっとセルフ撮りなんですけども、ワコーズの製品で、これからの季節お使いいただいたのがこれ、これですね、フューエルワンという製品です。これ何がいいかっていうとですね、これからバイクを冬眠する、冬の間乗らないという人もいっぱいいると思うんですけど、そういう場合はですね、ガソリンタンク満タンにしてください。満タン、はい、よくガソリンタンク空にするっていう人がいるんですけど、あれ間違いです。ガソリンタンクを空にしてしまうとですね、中で錆が生じます。錆が生じます。なんで錆が生じるかというとですね、ガソリンタンクがですね、昼間の雰囲気中だと暖かいわけですね。暖かいと空気膨張します。で、夜寒くなると冷たくなって空気が収縮して外気を中に引き込んでしまうんですね。そうすると湿気を帯びた外気を内部に引き込んでしまって中で結露します。これがサビの原因ですね。ガソリンタンクの中に水入れてないのになぜかタンクの中に水が入ってしまうってあります。これ結露によるものです。で、それを防ぐためにですね、ガソリンタンクの中はですね、ガソリンで満タンにしてほしいんですね。で、ガソリンで満タンにするときに、これを入れてください。ぜひフュエルワン入れてください。でフュエルワン入れて、フュエルワンの混ざったガソリンがですね、キャブレターの方に回るまでエンジン回してあげてください。できればキャブの中のガソリンは全部抜いた方がいいんですけども、なかなか難しいので、せめてこれを入れたですね、フュエルワンを入れた、ガソリンの中まで充満させてください。そうすることで、ガソリン中のですね、凝固物、ガソリンというのは純粋な物質じゃないです。いろんなものが混ざってます。不純物混ざってます。そういったものが凝固して、キャブの中を詰まらせたりするんですけども、そういうものの発生や錆の発生を防ぐことができます。完全に防げるかはわからないです。ただ、入れないよりは全然いい効果が出ます。ちなみにフュエルワン入れて走るとですね、ちょっとエンジンの回り方がいつもと違って調子いい感じになります。いつも乗ってるバイクならば、バイクなほど、その差を感じることができるでしょう。僕は、使ってます。なので、フューエルワン、おすすめです。当店ではですね、1680円で、販売させていただいております。日本以上お買い上げの方はですね、消費税分80円を、サービス、しようと思ってます。まあ、こんな感じで、僕がいいと思うワコーズ製品だけ入れてますけど、よいしょ。持ちかけてプライスリスト、はい、後でやろう、はい、こんな感じで、寒い地方の方、バイクを冬眠、される方におすすめの一本でした。はい。